日の当たる場所に来たんだよ。寝転んでたのさ、屋上でタバコの煙とても青くて。明後日からのサマーツアー乗りまくるそうです。 RC サクセションの皆さんです。終わる一から手直すと小さな私の肩を抱く。演歌の箱入り娘高田美幸さんです。お父さん見てる。にじり舞する男を見つめ、心どこまで笑っているのか。高田美幸ちゃんも新曲ということで、ね、それからあの、RC サクセションも新曲ということで、ね、ちょっとね、なんかあの新宿のゲーバー行ったみたいな感じで、こういうのは自分であのコーディネートするわけ？まあ大体そうです。あの皆さんもそれぞれに自分で凝ってね。だって中からほら、ね、草が出てきてるんですよ。吉村さん、いやいいです、人のこといないでしょ。いいですだいぶ前だ、同じような頭してない。何が言ってるのか、はい、いいよ。じゃあコマーシャル参りましょう。どうも失礼いたしました。どうぞ1時間専門家の方が、うん、あ女の方、いえ、ね、男の人です。男の方、ここは真珠があるけど、これ涙の感じなの？そんなことでもないの？なんでしょうね、それはあれ前衛でしょ。で、あの何かベタッとあれつけてるわけ？うん、接着剤で、接着剤です。吉村さんね、うん、あの今の子はね、昔からこういう格好をしてたと皆さん大思いでしょうが、ちょっと前のレコードを、探してきましたけど、こういう感じでやっぱりかわいいね、かわいいね、髪の形が変わったのね。10年前ね、えでもやっぱりあんまりまともじゃなかったみたいな感じね。10年前でこれじゃすごいですよ、ね、そりゃ、ね、売らなかったんですよ。でもまたあれでしょ、これレコード出すでしょ。そうなんだ、また出すらしいよね。やっぱり今田さん、そんなにあの売れないんですか、レコード。売れます。そうですよ、そうですよ、うん、頑張ってください、ね、なんかじゃあスタンバイしてください、頑張っていきましょう、ね、やっぱり見せたがりやすいところですよね、うん、それでね、なんかローリングストーンズなんて、ね、向こうではね、やっぱりいろんな格好したりなんかして、ワイルドに詰まってる、まあ、日本のローリングストーンズって言っていいんじゃないかと思いますけどね。聞かせる、見せるっていう感じで、はい、彼女はもうテレビから触ろうってこういう感じで、そういうことですね、それでは新曲聴いてください、サマーツアーです。途切れ途切れ、ノーノーベイベー、噂を拾い集めた。
食べてましたけども、もう全部できちゃったって感じね。もうご苦労さんでした、本当に。どうもありがとうございます。